はい、こんにちは、トリーです。今日はですね、私久々にスミニャックに来ております。で、この今目の前の通りがね、ジャランレギアンになるんですけど、今日はこっからですね、ビーチに向かってずっと歩いていこうと思います。で、この通りがですね、アルジュナ通り、ジャランアルジュナと言います。昔はね、ダブルシックス通りって言ったんですけど、今はジャランアルジュナと言います。で、今日が3月の20日水曜日、時間がね、今ね6時15分なんです。でね、見えるかな、ちょっと向こうの方にね、今ちょうど夕日がだんだんこれから海に沈んでいく時間なんですけど、この夕暮れ時間にちょっとこのアルジュナ通りを歩いてみようと思います。で、以前この隣のですね、チャンプルタンドゥック通りっていうのを紹介しました。で、あちらはあのクラブっていうかね、オカマバーとか、はい、レストランがすごく多くて、どっちかというと夜遊びの通りなんですが、ここの通りはね、まあいろいろこういうスパブとかレストランもあるんですけど、そこまで夜遊びで夜通しどんちゃんどんちゃんやるって感じの通りはないです。結構落ち着いてる感じなんですね。っていうのはやっぱここ、やっぱ古くから観光客相手にこういうお店やってますんでね。それとですね、この通りを境にレギャンとスミニャックに分かれます。今私の進行方向、この通りから右側がスミニャック、左側がレギャンになります。まあそういうことで、ね、ちょうど何ていうんですかね、街もうわー夕日がすごい、うわーすごいな、街もねこうやってちょっと別々なんで、それであんまりちょっと派手なお店とかないんじゃないかなと思います。で、ここがねホテルなんですけど、だいぶ工事進んだのかな、ずっとなんか新しいホテルを作ってるみたいなんですけど、まだまだオープン先っぽいですね、はい。で、通りもですね、今言ったようにクラブっていうよりもこういうアクセサリーショップとかお土産店がメインですね、はい。あのところどころレストランとかカフェとかあるんですけどね、それとまあどこにでもあるスパ本当どこにでもあります。で、今夕方でね、だいぶ車通りもそんなに多くない感じですね、はい。でね、あと特徴的なのがこういうなんていうんですかね、服とかアクセサリーの卸をやってるようなお店も結構あるんですよ。だから結構海外のバイヤーの方もね、こういうところ来てまとめ買いとかされることも多いそうです。ちょうどこれから夕暮れ時で、ああどうかな、あのビーチまでこの後歩いてみるんですけど、夕日沈むのが見えるかなっていう感じですね、はい。もうちょっと早く歩けと、すみません。はい、本当こんな感じでね、あのこういうご飯食べるところもあるんですけど、あんまり音楽もかかってず、どっちかというとちょっとしっとり落ち着いてる感じですね。とはいえやっぱですね、あのレギャンエリアなんで、ちょっと遊びに行くとかね、夜遊びしたいなったらすぐあのそういう場所もありますんで、結構いい場所じゃないですかね。あんまりクタ中心部のように夜通しどんちゃんどんちゃんしてるわけでもなし、はい。ほんでやっぱさっきも言ったように町自体が古いんで、結構なんですか、こういう昔からあるようなお土産屋さん、こんな感じのねお土産屋さん、ここ革製品のお店ですね、はい。こういうのもあるんで結構ねいい感じだと思います。ここアクセサリーかな、ここはもうカバンとか靴売って、ここはこういうなんていうか、ソファーとかそういうの売ってますね。ここも革ですね、革製品のお店です、レザーショップ。で、ここはねいい感じのあのギリシャ料理のお店です。ここあ結構流行ってるな、すごいな、お客さんが。地中海ギリシャ料理のお店です。私もね、ギリシャ料理ってね、1回か2回ぐらいしか食べたことないんで、よく分かってないんですよ、はい。
でここもいろんな雑貨を売ってるお店ですよね。でちゃんとねこういうミニマートあるいはサークル系ってコンビニもしっかりあるんで、結構滞在しやすいと思います。だから歩いてる方もちょっとご年配、年齢がやっぱ高めですね。クタのねあっちのクラブの周りとかにいる人とはちょっとやっぱ客層違いますよね。でここの路地入るとねホライゾンホテルとかザ・ヘブンものもうこっちから入れるんですね、はい、こういうホテルがございます。ザ・ヘブンは結構日本人も泊まれるホテルなんですけど、この前のレギャン通りに面しているんですが、こっちからも入れるみたいですね、はい。まあ、ここら辺はこういうお土産屋さんがすごい多いですね。バティックを使ったカバンとか、こっちはドレスとか、はい、ここはシルバーですね。ここはバッグ屋さん。夕暮れだいぶ日がだいぶ沈んでもう海に沈んじゃったかな。でもねこうなんていうんですか、サンセット太陽が沈んだ後も結構いい感じなんでね、美味しそう。クロワッサン美味しそう。バクソ屋さんですね。ミーアヤム、あら美味しそう。あら美味しそう。ここら辺こうやってこういろんなお土産がずらっと並んでます。バービストロ、うん、やっぱねこういうバーとかレストランもあるんですけど、やっぱクタの先頭中央に比べてはちょっと落ち着いた感じですね、はい。あまりどんちゃんどんちゃんやってないって感じはしますね。レギャンコーナーという名前の、あいい名前、レギャンコーナーいいな。でねここをね入っていくとすごい昔から見たワルンアジアっていうねタイフードのワルンがあるんですね。結構このワルンアジアは有名です、昔から。ちょっと見えるかな、あそこです。よいしょ。この先がねレギャンビーチじゃない、ダブルシックスビーチになるのかな。レギャンビーチはもうちょっと南の方になるのかな。多分ダブルシックスビーチっていう風に言われてると思います。これなんでダブルシックスなんだろうって言ったら、昔この先にねダブルシックスっていうクラブがあったんですって。僕ちょっとそっち関係疎いんでよく知らないんですけどね。あ、ワルン村がすげえ綺麗になってる。このねワルン村もすげえ昔から日本人とかに有名なワルンなんですけど、すごい綺麗になってますね。やっぱコロナを乗り切った力があるのかな、はい。あ、ここもすごい、お土産屋さんすごい、こんな感じでお土産屋さんがずらーって並んでいい感じですよね。ここもこういうお土産屋さん結構ね、こういうところのお店ってはっきり言って値段がないんですよ。値段がないっていうか定価がないんで交渉なんですよね。で交渉ってめんどくさいとは思うんですけど、結構やってみると面白いですよ。いろいろおばちゃんと話をしながら負けてくれとか高いよとかでね、実はねこっから先はもうホテルゾーンになります。大きなホテルが立ち並ぶのでお店とかはありません。で今夕方で、ね、まだ明るいんですけど、ちょっともうちょっと夜暗くなるとやっぱライトが少なくなるんでちょっと寂しいかなって通りになります。ここもホテルのレストランですね。よいしょ。
今こっち側のホテルはなんか作ってます。作ってんのかな、リノベーションしてんのかな、マグナムリサ、あ、レジデンスか、ここホテルじゃなくてね、レジデンスです。要はアパートみたい、あの日本で言ったらコンドミニアムって言っちゃった方がいいかもしれないですね。はい、それを今作ってるみたいですね。で、ここは、あ、そっか、ここのホテルグランドメルキュールです。メルキュールグループのね、でっけえホテルだな、ここはすごいな、でかいっす。だここ結構でかいな、このレジデンスも。アパートメントコンプレックスですのでね、まあ要はホテルっていうよりも年単位で買うのかな、こういうのって。どうなんでしょうね、やっぱ買うんだろうな、日本のマンションみたく。だからあの日本でマンションって言ってるのが海外だとアパートメントになるんですよね。はい、あの僕もあのチカランとかね時々行くんですけど、あそこもバカでっかいアパートメントがあります。はい、でなんかアパートメントっていうとね、日本だとなんかこう2階建てのねなんとか層みたいなのをイメージするんですけど、そうじゃなくて本当に日本でいうとマンションに当たりますね。なんかこんな写真もあるけどすごいな、屋上プールバーもある、これがレジデンスアパートメントですからね。どうですか皆さん、ちょっと買いませんかね、買いませんかねっていうか、えあすげえな、いくらぐらいなんだろう、1000万ぐらいするのかな、やっぱ。サマティアグループってのは よう知らんけど、でももう海近くです、海の城の匂いがしてきました。はい、もうあの海のビーチの、もう終わる、いつの間にかすげえ歌ってんな、アルジナビーチの方にやってまいりました。でここがねコクーンという何なのかな、レストランとかスポーツジムとかが入ってる施設です。あ、ここもホテルですね、プリナガというホテル。ここも古いな、あ、この最近ビーチにこういうでかいなんかモニュメントっていうか記念塔を建てるのが流行ってますね。でこのダブルシックスビーチ、ビーチ沿いにいろんなお店が並んでるんです。これもちょっとね名物になってるんでね、じゃあせっかくここまで来たんでビーチに行きましょう。もう太陽は沈んでしまいました。でこの通り、はい、こっちずっと行くとねレギャンビーチからクタの方まで行けます。はい、あ、ここすげえな、シェルタークバンチャーンアルジュナシェルター、うん、ですね、なんだろう、わあ、すげえ。ということで、はい、アルジュナ、ジャランアルジュナ、まあダブルシ、まあダブルシックスビーチってもう言わないのかな、じゃあ、はい、まあアルジュナビーチですね。先ほど言った通り、ここのビーチにはこんな感じでね、はい、お店がたくさん出ております。雰囲気いいでしょ。でね、ちょっとね、ワイがもう沈んでしまった。残念、太陽はもう沈んでしまいましたけど、こんな感じです。どうですか。あ、恋人たちが、恋人たちがうじゃうじゃいる、うじゃうじゃいる。畜生。はい、ということで、ダブルシックスビーチ。はい。どうですか、こういう感じ。あのビーチに向かってビーズクッション並べて、ここでお酒飲んだりちょっとおつまみ食べたりします。それでライブもやってます。で目の前インド洋にサンセット沈みます。あのバリでサンセットを見ながらちょっと一杯飲みたいというと、すぐみんなあのアヤナリゾートのあーロックバー、あそこ行くんだって言いますけど、僕はっきり言ってね、こっちをいつもおすすめしてるんですよ。っていうのはロックバーって泊まり客優先なのと、暑いんですよ、とにかく逃げ場ないんで。だけどここだったら誰でも来れますし、あの暑かったらちょっと傘の下とかね、ちょっと奥の方に引っ込んでおいて、だんだん日が沈んできてちょうど良くなったら、みんなザラザラと出てくればいいんですよ。ほら結構いい感じでしょう、ね、
ちょっと今日ね、シワの方がかなり満ちてますね。ちょうどもうね、15分ぐらい早かったら夕日が見えたかなって感じだけど、でもまあこの感じもいいと思いますよ。夕日がずっと上がって、でちょっと逆光になっててね、で恋人たちが手をつないで、バカ野郎バカ野郎完全に悲願でますよね。でこちらがこんな感じで、ほらいいでしょ。ブランコ、ブランコもあるのね。なんかビーズクッションのバーがすげえ増えましたね。ずっと向こうまで続いてます。はい、ですのでね、先ほど言ったように、本当ロックバーロックバーってみんな言うんですけど、まあ高いお金払ってね、暑い中ヒーヒー言ってロックバー行くよりも、僕はこちらのダブルシックスビーチのアルジュナビーチですか、アルジュナビーチのこのビーチバーっていうかね、こちらをおすすめいたします。はい、ということで今日はですね、レギャンって言いますか、スミニャクとレギャンのちょうど境目にありますアルジュナロード、ジャランアルジュナ、昔のダブルシックスロードですね、こちらをずっと歩いてきて、最後ダブルシックスビーチ、今アルジュナビーチっていうそうですけどに来ましたけど、どうですか。結構ねいい感じでしょう。ぜひね、今言ったように北の方、レギャンの方に泊まれる方はね、一度ここでサンセットを見ながら軽く一杯やられたらどうでしょうか。でここのお店ってね、なんていうんですかね、食前酒みたいな感じなんですよ。で要はここで軽くビールとかカクテルちょっと飲んで、おつまみ食べて、夕日見て、その後じゃあレストラン行って本格的にご飯食べようかって、そんな感じの楽しみ方を皆さんされてますんでね、ぜひ機会があったらやってみてください。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かったよ、楽しかったよということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Facebook、ごめんなさい、今もう X でしたね、SNS で最新情報もアップしております。では次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。